はい、どうぞ気候です、ここはですね、弓の里歴史館というところで、確か前来たと思うんだけどな、ちょっと周りのですね、この風光明媚なもう稲が見えますけど、田んぼでですね、これが歴史館なんですが、ここにですね、にっこり微笑んだ、コシの国に光り輝く稲、コシヒカリの父、つまりですね、お米の神様のような人ですね、杉谷文之さんとお呼びするんでしょうかね、なんかちょっと一瞬大友総理の像を思い出しましたけど、墓所ですね、キリスト教じゃないですね、この人まさか、この名前がね書いてますね、杉谷文之、1907年1985年、全然新しい人ですよね。もう近代の人っていうか、ついこの前まで、35年前にっていうことですよね。85年ですからね、私たちが生きてる時代ということになります。すごい胸像ですよね、彫りが深いというかね。ちょっと私もまだまだ銅像初心者なんで、まあ、とりあえず今は銅像を見まくると、いろんな像に巡り合うというところから始めてます。まあ老後はですね、のんびり銅像巡りでもしたいなと思ってるんで、とりあえず今はいろんな銅像を見たいなっていう、その好奇心だけで来ているという、とりあえず一線体が目標ですね。先輩の方々に比べればね、まだまだなんですけど、そしてこの杉谷さんという方ね、こちらに書いてある通り、地元の柿沢村っていうんですかね、まあ、今上市に合併しちゃいましたけど、なるほど、まあ、農林省、今の農水省ですね、新潟の方へ行ってたんですね。だから新潟のお米がね、美味しいっていうのは皆さん普通の方はご承知してる方多いと思いますけど、コシヒカリってやつですね。いわゆるコシの光に光、コシの国に光り輝くとの願い、コシヒカリ。コシってのは越後の越ですね。越前越中越後、今の福井遠山越後っていうのはコシの国ってね、昔からね言われてる。だからコシ何々って越何々ってつきますけど、まあそれはいいんですが、ちょっと深い歴史の方に触れちゃうとね、まあ、いずれにしてもコシヒカリというものを、まあ改良してですね、作り出したと。これ山形の試験場でって書いてありますけど、私もこの近くのですね、砺波農協さんの砺波 JA のですね、お米をいただいてますけど、毎日食べますけど、非常に美味しいですよね。やっぱり新潟のコシヒカリの原点は越中富山、越中にあると。まあ、越中は北アルプスはじめ水が美味しいですからね。まあ話が長くなりそうなんで、はい、杉谷文之さん、コシの国に光り輝く稲、コシヒカリの父と呼ばれた方。